皆さんこんにちは。こんにちは。本日はなんと K カップの女優さんにお越しいただきました、辻井ほのかさんです。どうもこんにちは、辻井ほのかです。よろしくお願いします。あの自己紹介だけど待ってる感じの顔が可愛かったですね。ねえ、可愛さ100点満点でしたけども、いつから K カップに、それが最近になって、まだまだ成長されてるんですね。じゃあそうなんですよ、今でも大きくなってるってこと、はい、しかもまたこのウエストがこんなに細いのに ね細いですよね。いやでもこれでも最近10キロ太って、太った、そうなんですよ。じゃあ 前もやばかったじゃないですか。そうで10キロ太って私胸から太るんですよ。そりゃ そうでしょうって言いたくなる、ごめんなさいね。そうですよね。それで本当デビュー当時は H カップだったんですけど、けみたいな感じで大きくなったので、言い方が変えると胸が太ったってことですもんね。そうです。重たいでしょう。重たいです、もう困るんですよ。いつから大きかったんですか。もうでももともと大きくて、でもどのぐらい、小学校から中学校も大きくて、で大きい大きいと言われてましたね。同級生からじろじろ見られませんでした。いや全くその視線は気づかなかったです。いや鈍感すぎですって、絶対同級生いたら見ますってみんな。もう全然気づかなかったですね。そうなんだ。なんですけど、まあ自分は気づかないんですけど、周りからちょっと気にした方がいいよっていうのをすごい言われてて、なんでって言ったら、いやいやすごいみんな見てるよみたいな感じで言われて、あ見られてるんだと思いながらも気づかなかったです。あの周りの男子とかって超優しかったでしょ。いやそんなことないです。嘘絶対優しいと思うけどね。こんな普通なんか胸があったらこうみんな、あちょっと胸大きいからって気になるじゃないですか、なんですけど、パイオ使いでみたいな感じでいじめじゃないですか、よくいじられて、パイオ使いで久々に聞きました。パイオ使いではなかなか、だってなんていじっていいか分かんないもん ね、その自分がどうやって言っていいか、そんな辻井さんの初体験はおいくつの時ですか。20歳です。20歳なんですね。20歳です。本当ですか。もっと早いかと思う、大体世の男性はそんな、ね、方は狙いに来るけど、いやその中でも理由があるんですよ、はい、なんか、お母さんの方に、はい、セックスを二十歳よりも先にしてしまったら、がんになるって言われてたんですね。それで、ね、うわっ、がんになりたくないなと思ってずっと我慢してて、それをずっと信じてて、はい、それで誕生日の時二十歳になって、その時まあ彼氏いたんで、はい、でやっと症状を下ろしたみたいな感じですね。彼氏とかにそのやっぱなんだろう、迫られるわけじゃないですか、はい、でもいやがんになるからって言って、それ彼氏信じてました。いやがんになるからとは彼氏には言ってないです。なんて言ったんですか彼には。いやお母さんにダメって言われてるから、あでもみんな優しい彼氏ですねとか、優しい彼氏ですよね、普通だったら大丈夫だよなんて言うけど、しっかり守ってくれたんだ。いやお母さんの圧もすごかったですね、彼氏に。知ったらお前殺すぞみたいな感じですごい言ってましたね。彼氏さんよく我慢できました ね、だってお母さんはなぜそんなに二十歳のまで守らせようとしたんですかね。妊娠したら困る。ああまあそっか、感じじゃないですかね。そっかそっか、そういうことか。彼氏さんとの馴れ初め教えてください。彼氏がその時に美容師やってたんですね、で私はそれ担当の人としてやってたんですよ、はい、で全然カットも全然全く上手で気に入ってもなかったんですけど、はい、まあ、っていうことでずっと指名してたんですよ、一番嫌いなタイプですよ、嫌いだわ、はい、たっかチャンスがあったらちょっとなんか攻撃できないからって狙ってはいたんですよ、そのために通って通ってみたいな感じではやってて、そう、あ彼氏の方はガンガン来なかったんですね、うち来なよみたいなことは、興味全く持てない、うわー嫌いだわそうですか。まあそこでなんかまあ私岡山なんですけどね、住んでるところが、
あのツタヤってわかります？わかりますよ、ビデオ、あの DVD 借りるとこね、うん、そうですそうです。その時にまあなんか私アニメ好きなんで、うん、こうちょっと見たいものっていうのを見つけた時にたまたまその方に会ったんですよ、うん、で一緒だったんですよ、うん、で私もこれ見たいみたいな。へーすごい。そうなった時にえじゃあどうするってなった時に、うん、一緒に見るってなったんですよ。そんなことあるみたいな一緒に見るってなってえ見たいですみたいな感じで彼の見ました、うん、みたいな感じで、そこからまあずっとそれを繰り返し繰り返しみたいな、アニメであったんで趣味が、うん、でそこでずっと一緒にいた時になんか私たちってずっと一緒にいるしこうやって過ごしてるのにどんな関係なのっていう感じで、ドラマみたい本当にドラマみたい。そう、それはその彼というか、まあ、その美容師さんなんて言うんですか？え付き合ってるんじゃねえのみたいなこと言うんですか？いや全くそんな感じではなかったです。え友達でしょみたいな。そうな、友達でしょっていうか、あじゃあ付き合ってる感じにするみたいな、そんな感じでした。キムタク気取りがよ、本当に許せない。美容師でイケメンで、あそうですか、はい。二十歳まで我慢した初体験どうでした？それがこれが初体験かみたいな感じで、あやっぱそんな感じだった。あだから良かったでもなかったんですか？良くもないし痛くもないし、うん、なんかまあどこういうのって全然言ってもいい感じですか、はい、なんかもうなんかズボズボ入ってる風だけみたいな感じですかねもう本当にそういう現象が起きてるなぐらいの思うんで、そうですそうです。だから逆に言ったら20歳まで我慢してきたせいでハードルがすんごいもんなんだろうなっていうのが、期待値が上がってたのかもしれないですね。エッチはじゃあいつから気持ちよさ感じるようになったんですか？25後半超えてからですかね。へえ。急に来るもんですか？それはなんかそのピンピンのピンでやるじゃないですか、はい、あびっくりした。ピンっていうか何でか分かんなかったけど急にね、はい、急にいやいいです大丈夫です。向き合って座った状態でこういう感じするやつ、うん、で、はい、やった時に、はい、その気持ちいいポイントみたいな、うんうんうん、まあ、ポッチオっていうんですかね、うん、そこが当たって、うん、おなんかいつもセックス気持ちよくないの気持ちいいみたいな感じになった時に、それで分かって、うん、そっからなんかポッチを開発されたのかな。へえ。そんな感じで気持ちいいって感じで思いましたね。へえ、すごい。それじゃそれまでの5年間は全然気持ちよくないけどやってたようなもんですか、うん、はい、相手がやりたいから。そう。へえ、すごいっすね。ね、目覚めてからは経験人数増えました？めちゃくちゃ増えました。増えたんですね。大量に大量にということは一気にどのぐらい行くんですか？一気にですか？もうひどい時は1日5人ぐらい行ってましたね。すごい。じゃデビュー前の経験人数って5人は少なかったです。その時は、まあ、純粋だったんですよ、はい、なんで、まあ、20人いるかな、どうかなって感じ。20人ってのはまあ純粋なんですね、うん、きっと純粋です。いやすいません、僕がちょっと勉強不足で20人なんてのはまだ真面目な方なんです。優等生なんですね、はい、全員彼氏ではないですよね。全員彼氏じゃないです。全員彼氏じゃない。彼氏じゃないです。あじゃあそのもう彼氏とはあの 最初の美容師さんぐらいで。そうなんですよ、一人なんですよ。あと全員そう、終わんない。すげえ。しかも終わんないです。すげえ。かっけえ。条件があるんですか？ワンナイトの条件は。は、条件、やっぱりイケメンでみたいな。いや、そんなことないんです。もう何でもいいんですか？なんか雰囲気っていうか性格っていうか、うん、私はなんかそそられるのが、私に興味がなさそうな人を落とすのが好きなんですよ。それでそういう私に興味がなさそうっていうのをちょっとこう口説いてホテル行けたら、はっ好きみたいな感じで、もうそこで飽きて終わるみたいな。それは何も何も何も繰り返すみたいな感じですかね。なんか響きました響きました。いや、私もなんかあの返答待ってました。ブーンって待ってからどうしようって。いやいや、興味なかったでしょ今俺どうです？アピールしたんですけどね、のりさんなりに。あ、そういうことか。行きましょう。
すいません今気づきました、うん、だそんな辻井さんにはデビュー前から特殊能力があるんだとか特殊能力、はいはい、あります。もう教えてやってください。なんすか。男の人を触るじゃないですか、はい、手で、はい、そしたら男の人はどういう風にしたら気持ちいいのかとか、まあ、手でいけない人っていうのもいるじゃないですか、うん、そういう人も全員分かるというスキンみたいなのができるというめちゃくちゃ面白いじゃないですか。すごい。めちゃくちゃ得意なんですよ。すごい。外れないですね。ちょっと詳しく聞いていいですか。鉄球占いとはどういうことですか。その元気な状態にまず持っていかなきゃいけないですね男性は。まあそんなことないです。普通にこうシャボンと落ち込んでる時でも大丈夫で、それで手で持ってまあでもすぐ出してしまうんで、はあ、で出した状態から占いがスタートですよね。もう分かります、分かります。じゃあ例えばなんかその特徴とかってあるんですか。どういう人はこういう人が多いとかって、なんかそういう占いですもんね。先っぽあるじゃないですか、はい、先っぽがやっぱ敏感な人だったりとか、うん、先っぽが結構好きな方いるじゃないですか、うん、でもその中でもなんか先っぽとかいろいろ触っててもなんか私の感覚なんですけどなんかコットンを1枚かぶったような感じの人がいるんですよ。ほう、へえ。でそういう方はなんかこう、あ、手で行きづらいんだなとか、ほう、なんかそのちっちい子さんだけでこの人は将来大物になるとか社長になるとか そこまでは分かんないですね。それは分かんないです。6月にいいことあることはないんですね。分かんないです。そこまでは分かんないすいません、ね、そうなんですね